しょう。ピカリン創薬クイズでございます。俺は俺だから、俺が唯一無理である人はないんだよ。俺が俺だから。俺がレベル1です。嘘でしょ。なんか言うとすげえ書いてるけど、そんな長くない。めちゃめちゃずっと書いてるけど。いや、ゆうとの時話したんだよ。話したよね。ちょっと待って、そんなにみんな俺のこと知らない。3ポイントにしてください。お願いします。ダメだよ。そういうのラストにやるやつ。お願いします。3ポイントにしてください。3ポイントにしてください。じゃあ次いきます。はい。じゃあ、あと4問あと4問はい。あ、どれ最後にしようかな。じゃあ、じゃあ最後これにしよう。 OK、 いきますよ。こっからはだんだん難しくなってきます。はい。次は星4。あー、まだ上があるんだ。1個上がります。朝ね、こうコーディネートを決めるときに絶対こだわってることがあります。夏以外絶対これっていうのがあります。それは何でしょう。ちょっと待ってください。ですし、今日もそうです。コーディネートって言うと難しいかな。服を選ぶ段階でもう絶対決まってることがあります、夏以外で。夏以外っていうのもだいぶヒント。まあ、上着を着るとか。そう。違うか。じゃあ今日の服装見してる。グッと立ち上がりますか、一回。うん、もう全然、はい、これもう毎日だよ、ほんとに。結構仕事に絡みついてる、それは。夏も持っていってはいる。ええ夏もですか。夏も持ってはいる、絶対。え、違うかも。で、言うと俺の中で結構ありえない部類に入ってる。あ、わかった。わかった、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 わかった。言われないですか、逆に。いや、俺ね、正直だけど、言うとはマジでわかんない気がする。言うとがやってるのは別にダメなことじゃないもんね。俺はダメなこと。俺もダメだよ。別に俺はね、俺はそれ気にしない人もいるけど、俺的にはちょっと。ファッション2ですよね。ファッション、服を選ぶとき。服を選ぶとき。うん。おい、夏以外で持ち歩いてる。夏以外の、じゃあ夏はなんで持たないの。それ言ったら答えだろ。早くしろよ、マジで。早くしてよ、もう。何言ってんの、あの人、本当に。あ、多分分かるけど、俺こっち側だから、俺中心しないといて。それが、だから、お前とみんなの違いで。で、言うたら自分の反省しなきゃいけないところ書いた方がいいよ、ファッションだ。ファッションって。そしたら当たるかもしれない。わかった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 。今日はこれです。アシストが来て、見つかったみたいな。自分が一番の、ユートが自分の反省してみましょう。さあ、じゃあいきますよ。はい。俺が服を選ぶときにこだわってることは何でしょう。いきますよ、オープン。せーの、ドン。靴下、レッスン着にもなる、インナーを着る。ちょっと意味が分かんない。ちょっと意味が分かんない。ちょっと意味が分かんない。普通に夏はサンダルだから。だけど靴下は持ってて、だからリハバとかで、はい、上着を脱いでそのままステージに行けるような格好的な。あ、それもあるな。はい、そしてインナーを着るのはどういうことなのか、ちょっと。僕はいつもセーターとか着ても、インナーを着ないで。マジで？いつも衣装、よくいけるね。いつも衣装さんにドン引きされるっていうのが、それはちょっと直した方がいいかもしれない。かぶれちゃうから。ペンが走りまくった。今言うとのが自分で書くより一番反省すべき。それが面白いよ、インナーを。自分、いや、最近すごい言われる。黒の長い靴下というか、それやっぱ舞台とかで結局黒い靴下じゃないと、見えちゃった時目立っちゃうから、黒を履いた方がいいよっていうのは常々衣装さんから言われてて、で、ガリさんは黒の長い靴下履いてんだけど、ユウトはなんか白オレンジとか目立つんですよ。今日はまだ、いや今日も緑紫、今日はまだ靴下自体おしゃれだけど、これを舞台とかで普通に履いちゃうと目立っちゃうから、舞台中とかは黒の無地で靴下がいいよって言われてんだけど、っていうことだと。必ずこだわってるポイントは黒の無地のハイソックスを履くことです。なので、まあ正解。あ、俺もごめんな、ちょっと差がついたわ。うわ、マジか、そういうことか。いやー、これはそうです。もう昨日も今日だし、もう今日も本当にもうこれしかないもん、家にマジで。確かにでもイメージあるわ。そうね、これ家に多分俺50足ぐらい。マジで2、3枚くれよ。だから俺それは本当にいつか言おうと思ってたんだよ、マジで。あんたに2、3枚くれよ。ひどいぜ、マジで。もうドキ緑とか広いと蛍光とか入ってる。ブラックライト反応しちゃうから、ライブで。夏は逆に俺絶対サンダルっていうポリシーがあるから。自分も今日からだ。サンダルいっぱい持ってるし。よっ、え、強っ。よっ、やったぜ。まだ、なんで俺1なの。
金差ししか出てない金差ししか出てないさあ、続いての問題は小学校低学年ぐらいの時に家族で台湾に旅行に行きました。で台湾では紙の風船みたいなやつに文字書いて願い事書いて飛ばすと願いが叶うっていう灯籠とかじゃない、なんかラプンツェルに出てくるような、そこに僕が書いた願いは何でしょう。俺の将来の夢、じゃあ大ヒントいきますか、はい、漢字一文字です。分かった、分かった、分かった、意味合いとしてはになりたいっていう、あで今の俺もあわよくばなりたいと思ってでもね、多分これ言うのちょっと恥ずかしいけどな。じゃあもう恥ずかしい、俺は恥ずかしいと思ってないよ。一斉にオープンいきますよ、はい、せーのドン。神、神、白紙、花もう回答しないという大丈夫ですね。おぉ、おぉね、花ってちょっと花やりたい俺の中に答えありますよ。来たな、これは。でもこれになりたいと思ったものは王です。おぉ、いや、見たかったよ。王っつってた低学年で神はむずいんじゃない。だよね、漢字が。はい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 、な、同じぐらいって言った。これ裏話をすると神も迷ったんだけど、神様に神になりたいってお願いするのはちょっと違うのかな。そこは解けないだろ。確かに俺は考えてね。すげえな、それはある。うわっつぁ、ちょっと近づいてきてんじゃない。井上さんが今5ポイントで橋本ちゃん4ポイントに行きましたよ。ちょっと待って、ちょっと待って、言うと弱すぎない、これ大丈夫巻き返すの、これ。いきますよ。僕がラップを始めるきっかけになったラッパーさんがいます。質問、それは誰でしょう。何歳ぐらいに。あ、俺が、うん、中3。日本人、ジャパニーズの方です。わかった。アーティストさん。アーティストさん、まあ、とにかくラッパーさんです。で、アーティストさんです。なるほど。え、人の名前。いや、待って待って待って、いや、人の2択。ハイハイジェッツとかすると、あ、そう、そういう感じかもしれないし、人名かもしれないし。ちょっと間違ってた。その調べ方は立ち日本有名ラッパーそれそれそれ頭いかれてね、潰していく感じね、しらみつぶしにこう言っていく感じね。ちなみにだけど、バックナンバーじゃないよね。ラッパーだっつってたフランプールの前よ、ね、ラッパーだっつってなんでバックナンバーバックナンバーかもしれない。皆さん一斉にオープン。でんモンゴル803AK-16-9 さん。はい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 。ジュリ君。はい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 。高橋優斗。なんでだよ。なんでだよ。と何でもなりましたの。ケツメシ。はい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 。それだ。俺はあとリーさん。俺はあとグリーンさん。はい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 。まあジュリ君かな。ジュリ君。書いて。それぞれよし書いてもいい。モンゴルラップ。モンゴルラップラップやってると見たことないから。だけどね。モンゴルラップの。そう、小さな声の歌が。青春バンドだ。いやでもね、ケツメシさんあるんだよな。僕がラップを始めるきっかけになったアーティストさんは。ケツメイシさん。その時ずっと言ってたもんね、ケツメイシさんのあれがいいんだよって勧めてくれって言ったんだよね。そうね、そういう会話をした曲があるわ。まあその当時ちょっと駅までお父さんが学校の送り迎えしてくれてたんですけど、優しい。この車の中でちょっとケツメイシがずっとかかってて、それを口ずさんでたらお父さんが、お前ラップ上手だからやってみれば。実際に勧めてくれたのはお父さん。そうなんだ。そう、パパの影響で僕は今もラップをやっています。いやパパありがとう。パパThank you, the papa。 いい勝負だよ。これはこれはいい勝負だよ。これ俺何、これ、これな、なんだこれは。途中参加金指しか答えられたんやけど、ちょっと難しくなるでしょ、最後だから。まあそうだね。まあそれに伴って100点にしませんか。出た、バラエティー。100はないぞ。いや、100点にしません。100は無理だ、2なんだ。で、15。変わんない変わんない変わんない。いや2点はだってつまんないじゃん、そんなの。いや、おめえ2点が今一番面白いんだよ。ギリ抜かせるの。つまんないよ。俺2点はギリ抜かせるから一番面白いんだよ。なんで俺3点になっちゃうよ、そしたらじゃあ部分点つけます。おお、完璧だったら5点差し上げます。おお、俺猪狩蒼弥はちょっとラップの作詞の方とかもたまにやらせていただいてますね。作詞をするその瞬間のこだわりがあります。で、それを必ず実践しています。そのこだわりとは何でしょう。おー、きた、こだわりきたわ。こういう状態じゃないと俺は。え、結構細かく書いた方がいい。細かければ細かいほどポイントを差して。あ、俺一個質問あるわ。どうぞどうぞ。じゃあ、作曲するときと一緒ですか、それは。作曲…確かに、それも聞きたい。メロディーをこう浮かべるのは同じタイミングだけど、作曲は結局、いやなんか、そう、キーボードの前が一番多いからちょっと違うけど、その大雑把なもののアイディアが降りてくるのはそこ。よくある話ですかね。皆さんもその瞬間はあります。そこに俺はワンポイント足さないと無理。一番綺麗な
回答の形としては〇〇を〇〇にして〇〇する。俺ね、おわおい、これかけたら5点差し上げます。よし、オッケーですね。オッケー、オッケー。ちょっと待って待って、いきますよ。もうちょっとまだまだ知られませんよ。もう見るの早い。早くしてよ。押してますから。どうしよう、全然出てこない。待って待って、ほんとに出てこない。じゃあもうこれしかないかな。早く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 、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、これしかない。一斉オープン、せーの、ドン。シャワーに入ってその中で思いついたものをスマホにメモし、その後それを見て組み合わせる。なるほど、はい。照明を暗くして風呂に入る。はいはいはい。お風呂場を真っ暗にして音楽を流して作詞をする。ピーナッツを、鼻に詰めて、食べる。この中に世界を見ましょうか。ピーナッツを鼻に詰めて食べる。それか風呂を暗闇にして潜る。潜る。じゃあこっちにしましょう。私、猪狩蒼弥は作詞をするときは風呂場を真っ暗にしてシャワーを浴びながら作詞します。なるほど。これはプラス5です。橋本ちゃんがまあ何ですかね、風呂を暗くしてもう音楽流さないから、佐久間もこれね4ぐらい上げていいかもしれない。確かに思いついたもん、俺スマホにメモすんで絶対ね。そうか、だから佐久間は4。やったー。読んで入ってもダメなんだよ。水木くんがもうごっそりでっぺんな人がこう。さあ最終的な、トータルの点数は佐久間8点、水木くん10点、おめでとう。橋本ちゃん7点、優斗1点。イエーイ、水木優勝おめでとう。やったぜ。いや強いね。SF 事件。いやー、にしろ水木くんがまさかのね、初めて離れましたね。今日ものすごく今高揚してます。そんなにね、やっぱ1位っていうことが響きがいいから。俺がだから、まあ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 、唯一言ってしまえば、お食事券持ったことないの俺だけですよ。今からだから探ってくれ、こっち3人のこと。そうだよ、もっと遅くないよ。日頃から知る努力をしたから、知っとけばいいのか。そうだ、あと問題は解くこと。今日楽しかったですね、大変。はい、はい、じゃあ以上、ハヤジュッツでした。バイバイ。